はい、こんにちは、ミシュピーです。お久しぶりです。今日はですね、ちょっとこの間あった再現をしてみたいと思うんですけれども、そのコンピューターがちょっとおかしくなったと。で、遠隔地であってなかなかすぐには行けないようなところですと。ただなんとかすぐに対応したいという時にですね、リモートで操作するという方法をやってみたいと思います。一応前提条件はですね、Zoom が使えることっていうことです。で、一応操作する側に、Zoom のアカウントがあって、まあ多分有料課金が必要じゃないかなと思います。で、操作される側は特に不要です。ということでやってみたいと思います。イメージ的にはですね、書いてみたいと思いますが、Zoom を使ってですね、相手のところに入るという感じですね。で、こちらの方をですね、画面共有、こっちが汚いんですが、画面共有をすると。で、画面共有をした後にこっちから、まあ、アクセス権をもらって、で OK であればこっから自由に操作できるという感じになります。はい、ということでやってみたいと思います。で、便宜上ですね、相手の画面を今表示したいと思います。はい、ちょっと画面を消しまして、はい、これが相手の画面ですね。はい、自分自身でズームを立ち上げます。はい、画面のコントロールというのはですね、リモートアクセスとかマイクロソフトのアカウントがあればできたりするんですが、遠隔地になるとちょっと面倒くさいというか難しいというところがあります。で、あとリモートコントロールするソフトっていうのは一般的に双方にこう同じようなものが必要だったりするんですが、この Zoom のいいところは、Zoom ソフトさえ入れてればですね、できるということです。で、新規ミーティングで、特に画面は不要なんでオフにしときましょう。で、音声もオフにしときます。で、こういう状態ですね。で、一応ここを見るとミーティング ID が入ってますんで、ここで入れたいと思います。招待のコピーをしといて、メモ帳に貼り付けますと。はい、で、この状態で相手の画面ですね、参加するとやります。はい、ミーティングに参加で参加、で、画面がややこしいんですが、この下は私の管理者側ですね。これを許可をしておきます。はい、で、あえてちょっとネットを分けておりますが、これで無事入れました。で、特にオーディオとかいらないんで、このままでいきたいと思います。ビデオもオーディオもない状態ですね。はい、で、こちらの方は私のズームの画面ですね。これダブルで表示しましょうか。はい、ややこしいんですが、右側は、コントロールされている側ですね。で、左側は私ということです。で、この場合にこの右側で画面共有をしてもらいます。画面共有ボタンを押します。で、画面というのを選びまして、共有ボタンを押しますと、画面共有が今されている状態ですね。で、はい、左側が私です。で、右側がコントロールされた状態、された画面ですね。で、この状態、この状態でこのビューオプションっていうところが私の管理者側にありますので、
リモートコントロールのリクエストっていうのをやります。そうしますと、まあ、コントロールをリクエストしようとしています。これはまあ出す側ですね。私でコントロールされる。でこれでリクエストをしますと、右側にちょっと画面ちっちゃいんですが、ホスト事務局が画面のリモートコントロールをリクエストしていますというふうに出ます。でこれを承諾としますと、まあ、承諾されましたということで、この画面今映ってますが、ちょっと大変ちっちゃくて恐縮なんですが、相手の画面が映ってるっていう感じですね。はい。で、まあ、顔とかは普段のズームなんでこっちに映ってるんですが、今はオフしてますんで出てません。でこうなるともう相手のコンピューターを操作できてる感じです。見てみましょうかね。スタートボタンを押しますと、はい、同じ画面が動いてるかと思います。キーボードを押しても同じですね。ちょっとまあ回線が遅いんで若干タイムラグがありますけども、これは遠隔地のコントロールされる側の端末を今操作する感じです。はい。まあ背景を見れば一目瞭然だと思いますが、で、この中でちょっと画面がちっちゃいんで見にくいんですが、リージョン5の8インチで見てるんでちょっとちっちゃいんですが、はい、なんかパワーポイントの画面が出てきてますが、まあ、こんな感じでですね、相手の画面をこのように操作できてるっていうのがわかるかと思います。試しにこの場合に相手が操作した時にどうなるかと言いますと、まあ、当然自分のコンピューターなんでいじれますね。で例えば、まあ、なんか相手の画面がヤフーとか選んでみます。コントロールされる側の画面ですね。普段、まあ、光とか、まあ、Wi-Fi ルーターでもいいんですけども、良い環境の中でやればですね、結構サクサク動きます。いくつかこうやった行為がなんか遅れてやってきてますね。だからすごく今これ本当に1メガも出てないというか、もう数十キロ BPS ぐらいでやってるんで普通ではありえないんですけれども、こんな感じで遅い回線でも操作ができると。で、まあ、以前実は対応したのはですね、リモート側のネット環境が悪いということだったんで、これはこれでまた本当に苦労はしたんですけども、それでも相手側に操作をしてもらいつつ、こっちが指示を出すということもできますし、リモートコントロールソフトを特に入れなくても Zoom で単に画面共有しただけなんで、割と敷居は低いかなというふうに思います。まあ、一点何か問題があるとすればですね、全てが全部が全部そのコントロールできるとは限らないということですね。ちょっとこれは何がっていうことではないんですけど、まあ、例えばその画面の上に画面がポコッと出るような場合に、なんかこう操作ができない時があります。でもその場合は相手に操作をしていただければいいんで、画面の絵をこっちに送ってるっていう関係でですね、ダブルで回線圧迫してるというのがちょっと言い訳なんですが、あくまでもこうイメージを見ていただければいいかなと思ってます。ここですね、ここでやってもいいですし、自分自身の方のここですね、ここから停止をやってもいいという感じです。はい。で、まあ、ズームなんで一応顔を見ながら表示することもできます。まあ、相手が回線が遅いとかっていう問題があった場合をこの間経験したんですけども、まあ、その場合でもですね、なんとかやりくりしながらできたと。まあ、全部が全部コントロールを固定する必要もなくって、相手が触ってる絵が常に見えるということだけでもですね、大きいと思います。特にそういう回線が遅い場合なんかは、まあ、画面を共有するって割と今は簡単になってきてる。まあ、データ量が少なくなってきてるんで、よほど重い処理を、まあ、動画を再生するとかっていうことを
しなければですね、あのサクサク相手の画面がこっちで見ることはできるかと思います。と言いながら若干これは相当1メガどころかその半分も出てないと思うんで遅いんですが、はい、全く同じ画面が両方見えてると思います。当然こう相手がハッキングするというかこう悪いことをしだしたらですね、あの慌ててこちら守る方もですね、あの停止をすればすぐ停止ができますんで、そうしますともう操作はされなくなるということなんで、本人の意思であくまでもやり続けることができると、ということで、簡単ですけれども相手の画面をコントロールするというのをズームでやるというやり方でした。はい、参考になったらグッドボタンを押してください。ありがとうございます。またお会いしましょう。どうしようどうしよう、朝から晩まで悩んでる。どうしようどうしよう、大事なファイル。